はい、おばんです、すげです。おばです。今日は、私は誰でしょうっていう言葉遊びをしたいと思います。このルールは、まあ例えばここに図形が紙に一つお題を書きます。まあリンゴって書いたとして伏せて、りゅうちゃんからいくつか質問をしてもらいます。それは動物ですか？で、リンゴって書いてるので動物じゃないので、いいえと答えます。いいえ。あ、じゃあそれは食べ物ですか？はい、食べ物です。で、まあ赤ですかとか聞いたら、はいってなるから、赤い食べ物ってなったら少なくなってくるから、リンゴって答えたら、りゅうちゃんは3個の質問でクリアしたことになるので、この質問回数が少なく当てられた方が勝ちっていうルールで OK いきます。いきます。はい、パパはこちら、これ映ってるかな。それじゃあね、みんなりゅうちゃんの確認したと思うので、ゲームスタートといきますね。じゃありゅうちゃんの方に質問していきたいと思います。これは動物ですか？いいえ。動物じゃないもんね。2問目、それはスポーツですか？いいえ。スポーツではない。りゅうちゃんがそれ持ってますか？俺が、言葉が所有しております。所有してる。それは電気を使いますか？使います。電気を使う。それはスマートフォンのアプリですか？違います。スマホのアプリじゃない。それはキャラクターですか？違います。キャラクターじゃない。一個言うと多分離れていってる。マジか、マジか、マジか、マジか。それは毎日使いますか？毎日使う。毎日使う。家庭用ゲーム機ですか？あー、違います。家庭用ゲーム機じゃない。スイッチかなと思ったんだけどな。それは書こうとした。それはゲームですか？その観点でいくとゲームじゃない。その観点でいくとゲームじゃない。どういうこと？その、なんていうの、そのものは値段は10万円以上ですか？違ったな。10万以下。それは YouTuber 必須アイテムですか？必須じゃないね。絶対ってわけじゃない。必要じゃない人もいるみたいな感じか。うん、わかった。あなたはキャプチャーボード。違います。それは料理に関係しますか？関係はしないです。それの大きさね、が一面が A4 に収まりますか？ A4 クリアファイルとか、みんなが持ってるクリアファイルとかノートとかをこう縦にしたら、それで裏に隠れるかどうか。隠れません。隠れない。で、10万しないぐらいの電化製品で毎日使う。で、 YouTuber 必須アイテムじゃないけど、はい、あなたはテレビです。正解です。はあ、確かに、確かに毎日使うか、はい、テレビか。そうなの、俺毎日使ってなかったのよ。てことで、今度はね、りゅうちゃんの質問で図形の書いたこれを当ててもらう番なんですけど、今度は視聴者さんも一緒に考えてください。じゃあ1問目。はい。動くか動かないか。それ自体が、うん、その前が書いたものが、ものっていうか、その書いた内容が動く、動かない。動く、動く、動くね。人とか動物みたいな、何もこうしないで動くのか、電気関係とか何か手がかかって動くのか。前者だね。人とか動物とかが動くっていう方の動く。ほう、もうだってこの時点で人か動物か虫かよ俺の中で。なんなん、人か動物か虫かって。喋る、言葉をなんか喋るのか、泣くだけなのか、もう喋らないのか。あ、じゃあそれだと喋らない。喋らない、ちょっと一回ここでちょっと当てに行こう。当てに行こう。当てに行こうってどういうこと？当てに行こう。回答する？当てずっぽすぎん？当てずっぽすぎん。なんかさ、じゃあもう俺の中でこれでここまで来たらうんってなる。オッケーオッケー。あなたは地球です。じゃないです。この心の安定に いるっていう、あれ表現ある、いない、いる、いない、ある、ない、
はない。ない。ない。どつぼに回ってってるね、この。マジ、じゃあ遠くなって言ってるじゃん、今。遠いとか近いとかの話じゃん、なんか違う路線の質問されてる、これ。それは水を必要としますか？おお。必要とします。必要。水は必要。水の中を泳いでる、泳いでない。泳いでいない。いない。あれ、泳いでいないです。動植物、昆虫、魚類とかではないです。全く関係ない。全く関係ない。ガソリンを使う、使わない。使いません。あれ、じゃあヒント、うん、私はどっちかというとやったことあるないで判別されるようなものです。それはスポーツ。スポーツじゃない。私はスポーツです。なるほど。道具を使う、使わない。俺道具を使わないスポーツを見たことがないので、道具は使います。それは水の上を走る、走らない。走らないね。浮いてる、浮いてない。なんていうかな、その水の上を移動している人や。してない。してない。してない。だけど一回とりあえずな、これさ、あなたは。はい、私は釣りです。私は釣りではありません。その、まあ、そのあなたを見てて楽しい、楽しくない、その第三者が、第三者っていうか、もうその、うん、俺は個人的に楽しい。楽しい、うん、マジ。視聴者さん、ごめん、これ多分俺の質問が悪いわ。いや、その可能性は13分にある。13分に全然ないから。わかった、じゃあとりあえずもうこれ行こう。俺がやったことはない、そのスポーツ。スポーツ、りゅうちゃんがやったことあるかないかで言うと、ありそうなさそう。半分。何半分って。似たようなことはしたことあると思う。マジ半分か。ちょっと待って、これでとりあえず俺答え、そう、これで答えないと勝ちじゃないから。答える、答える、答える、はい、語れへんからさ。はい、どうぞ。私は何でしょう。あなたは、はい、飛び込み。確かに水上は動きませんね。そうね。そう。じゃあ泳がないんですね。いや、素晴らしい。私は飛び込みじゃありません。違うんかい。飛び込みじゃないです。運動場みたいな、外でやるのか、体育館みたいな中でやるのか。中だね。体育館の中。っていうと、まあ、プロの人は中、外でもできる。ヒント、最後ラストヒント、うん、愛知県のとある大学がめちゃめちゃ有名です。ラスト回答をお願いします。わかんねえよ。じゃあ俺の中でこれバスケットボール。私はバスケットボールじゃありません。今回のこの動画付けの勝ちなんですけど、りゅうちゃんの悶絶する姿を見たい方は後日動画アップさせますので、そちらご覧ください。ってことで回答は、Peace out.